Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄ハイサイハイサイハイサイグスーヨーチューガラビラ。今日の沖縄ユンタク放送、久しぶり、何日ぶりでしょう、1週間ぶり、10日ぶり、太陽が今やっと出ました。先ほどまでですね、これアップルバナナ、バナナなのにリンゴの味がする、本当皮ごと食べられるアップルバナナの苗を植えました。そしてさあこれから今度はこの前は、マンゴーパパイヤバーッと植えたので、今日はまたさらにフルーツパパイヤ植えようかなと思ったら土砂降りで、ちょっと中断していたら、あれよあれよという間に雲がもうなくなって晴れてきました。わー、太陽が本当に1週間か10日ぶりにこうやって晴れてるだけで、ずっと雨か曇り空だったんでね、すごい嬉しいです。沖縄ユンタク放送、そしてクンジャン山学校、国神山学校、そしてヤンバル物語を、これから特にヤンバル物語を、発信する準備を、進めてます。ヤンバル物語ではどんなことをするかというと、まず私もこの約、まあ、足掛けもうすぐ1年、正味本当は半年なんですけどね、小さな畑をいろんなことをやって、果物を植えて収穫して、今まで感じたことのない感動を感じたり、そして、最近、ゴーヤゴーヤを植えて新たな感動を覚えて、それだけじゃなくて、ヤンバルの私のこの周りの農家の皆さんたちの、イメージで言うと協力したい発信したい応援したいということでですね、ヤンバルの幸を、発信紹介していこうな、いきたいなと思います。なんせ私が植えたのはまだまだ、もう少しバナナにしてもパイナップルにしてもパパイヤにしてもまだ先になりそうですからね。そういえばゴールドバレル、そういえばゴールドバレル、ゴールドバレルの苗も今日、もらってきたので、ゴールドバレルの、パイナップルも植えてます。他にもスナックパインとか、Lパインとかはドジでも植えてるんですけどね。そんな感じでもう畑仕事がしたいなと思って、ずっと晴れる日を待っていたんですが、やっと5時になって5時過ぎて晴れたので、これから、パパイヤを植えていきたいと思います。ヤンバル物語、まだ今サイトも作ってるんですけどね、ヤンバル物語ではやんばるの、沖縄の沖縄北部の、旬幸を、お届けするのと、あと、ちょっと足踏みしていた三振の音色も、今まで休んでた分、サイトもリニューアルして紹介していきたいと思います。特に三振は10年間一生懸命いろんな意味でいろんな思いで、続けてきたので、また三振も会う人ごとにハイサーイって、三振の音色も広めていきたいなと思います。特に、三振は今までの三振とこれからの三振となんか融合したような、そんな三振も、今まで皆さんが見たことのないような、新しいデザインも、今職人さんと打ち合わせして、三振の音色も進化してきているので、三振の音の出し方も本当に皆さん、研究しているので、その辺も、このサイトで沖縄ユンタク放送で紹介していきたいなと思います。そんな感じでこれからちょっとまだまだ太陽が高いので、パパイヤを植えたいと思います。沖縄ユンタク放送、1万2000人チャンネル登録者ありがとうございました。もう少しで1000万回再生になります。1000万回再生したら先着何名様にバナナプレゼントって、
そんな企画もしたいな。早く成長してくれ、アップルバナナって言いながら、島バナナとか、国産バナナ、あと台湾バナナ、フィリピンバナナ、ブラジル産のバナナとか、いっぱい置いてます。最初はスコップでショベルでコツコツと少しずつ増やしているのが、一気にユンボで植えたりして、今ざっくり数えてないんですけどね、50本ぐらいは植えてます。ところが50本植えて、横からひょこひょこ、小株化から根が、苗が出てきているので、もうおそらく100本ぐらいになってると思うんですけどね、すごい楽しみです。ということで、沖縄ユンタク放送、クンジャン山学校、国神山学校、そしてヤンバル物語、同時に、発信していきたいと思います。梅雨が明けたらパワー全開にしていこうと思います。またやさい。ニヘレビル。